さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。今回もいいから比較企画、もう恒例ですのでやっていきたいと思います。今回も相方はこちらも恒例ですね、もうマリオさん、よろしくお願いします。マリオ坂です。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。もうマリオさん超キャラ強いので、うちの視聴者からもものすごい受け入れられており、僕もハッピーでございます。ありがとうございます。もう楽しく、なんか昔の仲間で、なんかこういう取材してた仲間でできるっていいですね。そうです。なんかね、楽しい、気持ちいい。今回はもうボスから怒られまくってますからね、僕らは。ボスから全部走行データとか全部で最長40分にしてくれって言われてるので、もうポイントどんどんいきましょう。はで、今回はノアじゃなくてボクシーです。はい、前回ノアとステップやったので、今回はボクシーとステップで、前回ガソリンで比較したので、今回ハイブリッドで比較しております。で、ハイブリッドの肉で SZ です。なので SG と SZ ありますけど、 SZ だからこう最上級のグレードになっております。で、7人乗りなのでキャプテンシートです。まあそのあたりの中身とかはもう内外装でそちらご紹介してますので、比較してますので、それも見ていただければ幸いです。さあマリオさん、はい、どうですか、ステップワゴン今はここまで、うん、はい、海ホタルまで家から乗ってきて、はい、まあ僕は昨日とかも含めてここまでこのボクシー乗ってきて、はい、さあマリオさんしか知らないことですよ、今ステップワゴンとの比較はい、今どんな感触です？そうですね、やっぱりね、ガソリン車の時とやっぱり同じく、まず軽い、こっちが、ああ、やっぱもう動き出した瞬間から、あ、軽っ。だってスペックで言うと、はい、もう言いますよ、ステップワゴン、あ、何キロだと思いましたか、ステップワゴン乗ってる感じ乗ってる感じで、ね、まあガソリン車も結構重かったんですけど、うん、1800、そう、1840なんですよ。重たいですね。やっぱ重たいですよね。重たい。で、それに対して、ボクシー、まあ昔からボクシーとかノアって軽いんですけど、1670なんですよ。軽いですね。1600台。軽。だから重量で言うと、100、え？本当にこんなに違うの？ちょっと待って、僕不安になった。すっごい不安になった。ちょっと今、マリオさん運転しててください。はい、走りながら僕調べますんで、はは。で、ちなみにあとどうですか、エンジンパワーとか、はい、そのあたり、まあスペック的には、はい、システム的にはステップワゴンは完全モータードライブで、まあエンジン直結クラッチはありますけれども、はい、で、こちらボクシーはまあいつもの2モーター式のハイブリッドですけど、これも次世代型というか新しくブラッシュアップがかけられた、まあハイブリッドなので、はい、パワフルさとかはより高まってるんですけど、はい、どんな感じでしょう。そうですね、やっぱりまあ軽さが効いて、加速なんかもちょっと軽快には感じます。ただエンジンフィールがね、ちょっとガサツな感じが、やっぱ、ね、エンジンがね、ガサツなそのフィーリングがちょっと感じました。やっぱこれ他のハイブリッド系も、最近トヨタが作り出した高効率エンジンあるじゃないですか、はい、熱効率の 40% 超えの、あのエンジンになってからエンジンみんなガサツですよね。レクサスに積まれている高効率のエンジンもみんなガサツですもんね、はい、ちょっと振動があるというか、はいはい、でマリオさんが言ってます、はい、本当にそう、ちょっと感じました。ステップワゴンはね、やっぱりね、エンジンフィールもね、ハイブリッドですけど、やっぱりホンダらしく、なんか軽快なんです、エンジンフィールも。なんかホンダはホンダで最近エンジンすっごいこだわってる感じしますよね、はい、ハイブリッドだろうがなんだろうが、だから新しいシビックとかもエンジンすごいし、すごいです。だからそう考えると、エンジンのフィーリング、パワーとかじゃなくて、乗ってての気持ちよさ、回した時の気持ちよさには差がちょっとありそうですよね、はい、ここまでステップワゴンを乗ってきたマリオさんに質問です、はい、ボクシー、はい、乗り換えました、はい、ハンドリングどっちがいいですか。ハンドリングね、まあこの高速道路および一般道ですが、はい、どっちがいいかと言われると、僕はステップワゴンが今回気に入ってます、かなりフィーリング。ほうほうほう、はい、何が違う。やっぱどっしりとしてるのと、どっしりとしながらもリニア、うん、でこちら軽快で、軽快なのはいいんですが、うん、ステップワゴンと比べると、その軽快さがちょっとこの不安定なわけではないんですけど、ステップワゴンの方がよりこうどっしりとした、全てにおいて、うん、ハンドルの手応え、車の動きに関してもステップワゴンどっしり。そこはやっぱ手応えあるんですね。手応えありました。でマリオさん、ちょっと薄い、はい、ちょっと前の車追いついてください。ははは。で前の車追いつきそうだから、はい、アクセルパッとオフ、はい、でその時にほらギューって減速するじゃないですか、はいはい、でその時に車のマークついてるじゃないですか。出てますだからこれ新しい機能なんですよ。トヨタブランド初のこれ機能で、要はカーブの前とかでも減速してくれるらしいんですけど、要は前の車に勢いよく接近してる時にアクセルオフをするじゃないですか、はい、その時の減速率を勝手に高めてくれるんですよ。
で、その時にブレーキランプ、多分、規定値で言うと、これ確実にブレーキランプつけないといけないブレーキの強さかかってるので、減速感かかってるので、はい、だから意外となんやかんや疑似的ワンペダルドライブみたいな高速道路。なるほど。だからこの車ブレーキタッチじゃないですか。このブレーキタッチのさを高速道路では使わずに済むみたいな。なるほど、なるほど。そういうことですか。え、僕こういうので、もうはっきり言った方が分かりやすいんで、これブレーキタッチダメですよね、これ。なんかね、ちょっと甘いです、全域が。全域甘いです。なんだろう、この踏み応えのなんか。なんでしょうね。初期の頃のハイブリッド車のあの、改正の違和感ほどではないですが、あれをちょっと思い出す感じ。ちょっと手応えのなさ。だそれで言うと、ステップワゴンすごいじゃないですか、うん。あっちはね、ブレーキ抜群です。抜群。抜群。だからそのあたりちょっと気になるところなので、これからですね、ちょっと下道、ワインディングも行くので、いろいろわかるかと思います。はい、じゃあ、はい、ちょっと下道に、レッツゴー、ゴー。さあ、マリオさん、はい、街中、まあ、ここ乗り心地が超悪いところではありますけれども、はい、声も震えるぐらいですね。はい、まあ、これ別にどの車でも大概声震えるような路面ではありますけれども、はい、これだけを乗ってる限り悪くはないね。いや、いいですね。全然いいよね。はい。しかもこれ17インチですから。サイズそうですね。うん。ちょっと。SZ だから。はい。それでこの乗り心地であれば、まあいいんじゃないですかね。快適かどうかって言ったら、今のあの超荒れた路面を快適に走ってるなんていうことは、もう絶対言えないですけど、超不快ですけど、あれがずっと続くぐらいだったら電車で移動するもんね。でも、あの路面環境をあのレベルで走ってるって考えるんであれば納得は納得ですよね。この程度で収まるのは全然素晴らしいと思います。うん。だからこの感じをステップワゴンがどうかっていうとこですけど、マリオさんはもう常にステップワゴン乗ってますので、はい、乗り心地どっちがいいんですか。うんとね、僕の印象ではステップワゴンもうちょっといいんじゃないかなという期待をしてます。そうなんですよね。僕の記憶でもそうなんですよ。でこっちエンジンちょっと過度な主張しすぎですよね。そうですね。意外となんかこうエンジンの振動が意外とこう、うん、ごくごく普通のね、こういう領域でも感じてしまうので、なんかそれがもったいないですよね。だから普通にエンジンがかかってない時の走行でいうとかなり静かで、はい、まあ、こういう止まる時にはブレーキのタッチがちょっと悪くて、はい、それが気になってっていうところはあるんですけど、はい、でも普段は静かじゃないですか、はい、でもちょっとアクセル踏んだ時のうーんのうなり感はちょっと気になりますよね。はい。トルクはね、すごくなんかよく出てる気がするんですけど、うんうん、振動がね、この振動のせいで車全体のこの印象が、ちょっと損してる。エンジンの振動がね。はい。さあ、じゃあこれを左に曲がって、はちょっとしたワインディング。はい。じゃあ、はい、スポーツ。はあ、スポーツ、スポーツモード。はい。おー、レスポンス良くなった。モーター良くなった。モーター良くなった。あ、この感じで、おー、いけちゃうんだ。なるほど。あ、いいですね、なんか。やっぱり。うん。なんか、奥深さを感じます。あ、結構ハンドリング自由自在。はいはい。いやー、ステアリング握ってない僕としては結構怖いですよ。なんで怖いかって、単純な話で、もう見晴らしが良すぎなんですよ。なるほど。見えすぎる。視界が、ガソリンもそうでしたね。うん、超怖い。はい、遠赤が近い。やっぱエンジンかな。まあ昨日から僕が乗ってる感じで言うと、やっぱエンジンがちょっと気になる要素ではありますね。はい、エンジンとブレーキですね。これとかブレーキ嫌ですね。エンジンとブレーキ。はい。じゃあ乗り換えます。ステップワゴンに。はい。さあマリオさん乗り換えましたよ。はい。はい、ステップワゴン。今アストンマーティン通りましたね。アストンマーティンだ。すげえかっけえ。すげえ。珍しい。DB11？ 今なんだろうあれ。ちょっとわかんない一瞬だと。わかんなかったですか。マリオさん、これ、やっぱ、乗り心地だけで言うと、うん、あ、硬くないですか？うん。あ、やっぱ硬いのは硬い。硬いっすよね。硬いのは硬いっすね。いや、僕、ボクシーの方が乗り心地ダメかなと思いきや、うんうん、もうちょっとこっちの方が、うん、要は170キロ重たいので、ええ、しっとり走るかなってイメージしながら今僕乗ったんですけど、はい。硬いっすね。硬いっすね。僕、これ単体で乗ってると、乗り心地良いと思ってましたが、今、ボクシーからパッと来ると硬いですね。じゃあマリオさん、はい、じゃあ乗り心地どっちがいいですかって、はあ、もういっぺんに行きましょうか。わかりました。いつも通り、はいはい、昔やってましたね、やってましたね、これよくね、カートオフで、はいはい、乗り心地いい方は 3,2,1 ボクシーですよ、うん、ですです、うん、
絶対だね。僕の予想が外れました。こっち勝つと思ったんだけど、乗り心地ね、はい、まあ、こっちの方が悪くはないと思うんですけど、硬いですね、やっぱりね。明確に悪くはないけど硬いし、ボディもちょっと振動してる、はい、うん、なんかこの逆に重さがちょっと嫌な面が出てますね。でも単独で乗ると悪くないんですけどね。あ、でもそれでもこれ16インチだからかな。あ、タイヤも振動してる。そうだ、タイヤね、サイズがちょっとこっち穏やかなはず。そうだ、プレミアムラインの17とかの方が、うん、あ、結構これ振動すごいと思う。それにまして、じゃあハンドリングはいいのっていうと、うん、うん、横の手でどう思いますか？マリオさん、マリオさん、マリオさんがさっきの動画で、うんうんうん、僕がまだこの今日ステップワゴン一回も乗ってない中で、ええ、ステップワゴンのものすごいハードルを上げさせた張本人でございますよ。ええ、まあ、やっぱスポーティーはスポーティーかな。まあその硬さもね、うん、やっぱりそのロールは、うん、ちょっとこっちが少なくて多分。まあなんかどしっとその旋回した時の安定感はありますよね。はいはい。安定感はあるし、姿勢が決まる感じもあるし、うん、気持ちよさはあるけども。はい。はい、重たいね。重たい。やっぱ重さがネガに出てますね、今ね。うん。旋回しててもちょっと重たい。はい。その感触はある。で、すごいシンプルに言うと、同じタイヤを履いてる時に170キロ軽い、なんかボクシーの方が、ちょっと自由自在感というか、うん、ハンドルがまだ切ったらちょっと効きそうな感じがあるというのか、はい。はい、僕はあの、マリオさんが曲がった速度で入る自信ないですもん、これ。あ、こっちはね。確かに、こっちは僕も多分。うん、速度落ちると思います。なんだろう、このなんか穏やかに走りたくなる系、重いんですかね。重い、重い、重さによって本能的にこの辺にしとこうとこう感じさせる。うん、高速道路でどう感じるか、ちょっとこのまま高速道路も、まあ、向かっていきますけど、はい、ブレーキのタッチはこっちの方がいいですよね。うん、1000倍いい。はい、うん、そう、ブレーキこれね好きです。ブレーキ最初あの、空で踏んでる時、あの、停止状態で踏んでる時、こっちもブレーキタッチそんな良くないなって感触があったんですけど、はい、実際走ってる上でのコントロール性で言うと、うんうん、はい、いい、いい。こっちがね、この重さをすごい感じさせますよね、逆にね、ブレーキを、うん。で、エンジンパワーとかトルクとか、そのパワートレーンとしてのトルク感とかで言ったら、さあ、これ行きましょうか。トルク感。どっちがいいか。はい、要は、エンジンとかパワートレとか駆動系で言ったらどっちが欲しいかみたいな、うんうんうん、そういうイメージですよ。はい、3、2、1、ステップワゴン、はい、ね、こっちですね、うん、間違いないこっちです。間違いない、ね、圧倒的、はい、なんかこれ前回もそんな話になったかもしれないけど、はい、ボクシーのボディとかにこっちのパワートレ乗せたいよねそんなイメージですね。そこを入れ替えたいみたいなそういう感じですよね、ええ。いやー、これ乗り心地はね、落ち着かないですよ。そういう意味ではガソリン車と同じような特徴がやっぱりハイブリッドでも出ると、うん、やっぱ出た感じですね、はい。なんだろう、このハンドルを切った時に、うん、ステップワゴンの方が、うん、このね、重さと戦いながら重たいものをよいしょって曲げていく感じがあって、うん、で、それがある意味、うん、ずっしり感、どっしり感、うん、安定感、安心感にちょっとつながる感触があって、だから高速道路はめちゃくちゃ良さそう。良かったです。うん。だから高速道路は、逆に言うと、ボクシーぐらいヒュン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 曲がっちゃうと、うん、まあそれでも安定はしてますけど、はい、こっちの方がその安定感で言ったら、どこまでもまっすぐ勝手に走ってくれるような安定感はありそうなのは、もう街中走ってる段階でわかる、うん。まさにそうでした。じゃあ、こっからどんどん路面荒れてきますけど、はい、まあまあ乗り心地チェックするまでもないな、これ。うん、そうすか。じゃあ、荒れたところを、はい、心して、はは。はは。うん。いや、いや、ダメでしょ、やっぱ。ダメだと思うな。ダメ、ダメっていう表現が良くないですけど、ね、その、比べたら、圧倒的に、ボクシーの方が、乗り心地、はい、吸収をしてる感じがありますね。うん、こっちはこう、凹凸に抗ってる感じで、ちょっとやっぱり重いのに跳ねそうになるような、あっちはこう路面に対してこう車が処理してくれてる。そう、ちゃんと足が動いてる感じは、はい、向こうの方がちょっとあるかもしれないな。ちょっと重くて硬い、そのネガが、なんか重たいもので上から押さえつけて足が的確に動いてるかと思いきや、はい、重たいものが
あ、ゆさゆさ揺れないように足を結構固めてるような感触、はいはい、だこれ速度領域を高めたら、うん、この固めの足がしなやかに動き出す領域になるといい気がする、はい、そうですね。なんかよく言えば欧州車傾向というか、なんかそんな感じですか、うん、速度上がった方がハマる。そうですね、今もちょっとだけ速度を高めたら、うんうん、ちょっとマシになりましたね。10キロぐらい上げただけで、はい、ちょっとマシになりましたもんね。確かにね、良かったです今ね。これだから80キロ領域とかはいいかもしれないですね、うんうんうん、ちょっと高速道路行く前に、はい、マリオさん、うん、ちょっと一つだけ、うん、やっぱね、この車を語る上でステップワゴンですけども、ええ、やっぱこの電動ドライブ感は、うん、もちろんボクシーもあるんですけど、はい、ちょっと電動ドライブ感の質が違いますよね、これ。そうですね、こう本当にね、EV 状態がすごい長くてびっくりしました。だって基本的に一般道 EV ですから、ほぼ EV です。あれなんかいいですね。いやこれいいですね、はい、やっぱ低速のこの EV 感だから乗り心地もうちょっとだけ欲しいですけどね、うんうん、であとステップワゴンの良さはこの小回り性能、はい、すごいすごいコンパクトカー並みですよ。これそうやっぱね、ボクシー以上でした、うん、比べたら5.4 でしたっけ。そう、 5.4 と 5.5 メーター。カタログ数値で言うと10センチの違いなんですけど、実際やってみるとなんか体感上で、あ、こっちの方が全然取りましいねっていう、うん、そういう感触になります。狭い道でもね、うちの家の周りすごい狭いんですけど、うん、すごい楽でした。だから見える見えないで言うと絶対まあボクシーなんですけど、やっぱこの辺りとか、うん、はい、でも、うん、この小回り性はもう圧倒的ですね、うん。さあ、じゃあ本当に次は高速道路です、はい、さあマリオさん、はいはい、最後ステップワゴン高速道路来ました、はい、やっぱね、メーターとかフルデジタル見やすいですね、うん、やっぱりそうですね、うん、視認性いいです、視認性すごいいい、はい、で高速道路に来ると、はい、どうでしょう。確かにマリオさんが言ってた通り、うん、乗り心地がいい、うん、だいぶ良くなりますね。やはり速度上がると、速度上がると足が動き出す、はい、うん、で、うん、このドシッとした感じがロングホイールベースと相まって、はい、あ、これね、ボクシー以上に安定してる。おやっぱ高速ドンピシャですね、この車ね。なんかね、はい、ハンドル支援があたかもついてるかのごとく安定してる、うん、なんかね、車が勝手に本当にメカニカルにちゃんとま、ね、うん、っすぐ走ってくれる感じ。まっすぐ走る、ありますね。あ、高速道路だけで言うとちょっと悩ましい、でも運転支援とかどうだろう。運転支援ね、結構ボクシー良かったですよ。あ、そうですか。そう、ボクシーは、うん、結構僕ケッチョンケッチョンに結構トヨタの運転支援言ってるんですけど、はい、まああの制御の仕方嫌いなんで、はい、でもその中では、うん、ものすごい進化してる。変わりましたか。やっぱりすっごい変わってきたと思う。あれ、ハンドルの切り出すタイミングもうちょっと早くしてもいいと思うんですけど、うん、そのためには多分カメラ精度上げないといけないと思うんですけど、うん、でも制御全般的には、うん、なんか制御感がすごい出てきたんですよ。だからあの任せられるようになった。ちゃんと、うん、いやなんか気分でこっち助けてやるよぐらいな車ではなくなった。おー、なるほどなるほど。だからよし、俺が頑張ってメインとしてちゃんと運転するから、うん、お前俺の運転監視しとけよみたいな、うん、僕運転支援ってその主従関係が逆転すると思ってるんですよ、うんうん、だから、うん、基本普段は僕が運転していて、うん、なんとなく陰でこそこそ働いてるのいろいろたくさんあるじゃないですか、うん、制御系が、はい、で先ほどマリオさんも体験した前の車に結構あのいい速度で近づいた時アクセルオフにすると勝手に減速率が高まりますとか、はい、あれも陰でこそっとやってくれてるじゃないですか、うん、で運転支援を使いますって明確にドライバーからの指示って、それってある意味僕はその主従関係変わると思ってて、あくまでももちろん主従関係の主はドライバーなんですけど、ドライバーがよしお前運転任せるよって、うん、お前メインで運転しろよっていう合図だと僕は思ってて、うん、でその時にサポートしてた側が、うん、よし頑張りますって言って僕はサポートに回るんですよ、うん、なるほど。だから完全監視するんですけど、うん、ある程度運転し尽くしてくれないと、うん、あ、もうそんなもんサポートできん、そんな運転下手だったら俺運転するよ、だったら変われとなる、そうっていう状態だったのが今までのトヨタの制御だとしたら、うん、それは起きないぐらいにはなった。おお、ある程度もうお前これだったら任せられると、うん、ある程度お前ちょっと任せるよって、俺監視しとくかな、ああもうなかなか上手くなったねみたいな、なるほど。
でそれでいうとホンダセンシングのレベルとかと変わらないぐらいに、はい、今まではトヨタ僕の中でいうと、うん、運転支援一番何て言うんだろう使いづらい系だったんで、うんうんうん、今のボクシーのは大丈夫大丈夫大丈夫かなり良くなった、うん、でこのステップワゴンのセンシングもどうですか。ステップワゴンのセンシングももともと悪くないから、うん、まあ悪くないと思う。いや高速道路これ難しいね。どっち、うん、どっち高速ねやっぱいいですよ。助手席も あの明らかに快適度が増しました。高速道路どっちがいいか、はい、3、2、1、ステップワゴンこっちです。ですよね。ですです。なんでかっていうとエンジン静か。あそうですね。あの追い越し加速とかでも、うん、3、2、1、5で、うん、エンジンがそんなにそんなにうならないです。うなった時のこの雑味がないよね。ないですよやっぱりね。どっちかというとまだこうスポーティーな方です。そうそのあたりがいいし、はい、落ち着き感が異様にある、うん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 、これいいですね。パワートレインやっぱすごいですねこれね。パワートレイン、はい、ハンドリングも安定してるし、まあそのワインディングとかと違ってなんで僕乗ったらこんな大雨なのかまあワインディング乗った時のそのちょっとした重さとかがどっちかというとやっぱ高速道路では安定感につながってて、はい、すごく印象いいです、うん、でレーンチェンジとかもレーンチェンジする際に何だろうグラッとしない適度な感じのレーンチェンジ度合いに自然と調整がされるような印象があって、はい、いやこれいいじゃないですか。いいですねこの加速、うん、いいですね、はい、高速に来るとこの硬さと重さがなんかいい方に働く。あすみません。だからどっちかっていうとやっぱ車電子制御ダンパーとかそういうの使わない限り、はい、どっかにフォーカス当てるざるを得ないじゃないですか、はい、そのフォーカスを当ててんのが意外とこの80キロ巡航とかの高速道路領域に当てせそうだなって感じしますよねこれ。ですです。今このスパーダでいうとまさに、うん、だからノアボクシーはもうちょっとこう速度域がやっぱり低い方を。そうですね、60ぐらいに合わせてるような、はい、たった20キロの違いって思うかもしれないですけどその20キロが全然乗り味の質として違う感触、はい、でワインディングとか街中走ってる時にボディがちょっとプルプルするみたいなそういう上屋のこの剛性感のところちょっと感じてたんですけど高速道路来るとそれが全般的になんかねいなしにもつながるような感触もあって、はい、この環境本当にいいと思います、はい、じゃあ最後結論出していきましょう、はいはい、まあ、前回のステップワゴンとノアの、はい、まあ、いろいろ比較もあったじゃないですか、うん、まあ、そういうのもやってきた中で、うん、まあ、もういいからスコアは今回つけないです。あ、そうですか。あのつけないのは、うん、まあ、前回もうつけてるので、うん、ガソリンベースで、うん、まあ、それに対して、はい、どうですか、ステップワゴンでいうとハイブリッドとガソリンどっちがおすすめですか。ガソリンとハイブリッドおすすめかって言われると悩ましいですが、うん、ハイブリッドになるとガソリンの時に感じたネガがちょっと消えると思うので僕はその乗り心地の、ね、バタバタ感とかちょっとフロアのブルブル感、まあハイブリッドも低速だと出ますが僕の感覚ではガソリンよりは減ってると思うんですよ。同感、はい、なので僕もハイブリッド。ハイブリッドがいいです。じゃあノアボクで考えると、ノアボクで考えるとねまたこれ悩ましいんですが、うん、ハイブリッドのあの1800のエンジンがNA の2リッターもねそんな気持ちいいエンジンではなかったんですけどちょっと自分で選ぶんだったらだからそういう意味で純ガソリンの方がまだいいかな。悩ましいですよね。でより軽くなるしよりそのまあノアボクシーの僕の中での良さがよりまあ際立つのは純ガソリンかなと。そうなんですよ、はい、すっごい悩ましいんですよ、はい、僕もノアボクは結論とちょっと出しづらいかもしれない。だから街中をよく走るっていう方はハイブリッドおすすめします、はい、っていう感じかな。いや高速道路走る方でもやっぱハイブリッドかな。要は勢いよく走ろうみたいな人に対してはハイブリッドあんまおすすめしないです、はい、それだったらガソリンの方がもう潔くていいんじゃないっていう。あの要はエンジン回った時にうるさいのがねどうしてもね。そうですね。静かは静かなんですけどね、その差が激すぎるので、はい、だから飛ばす方アグレッシブに運転する方はガソリンを選んどくのがいいんじゃないのかなと。それ以外のそんな穏やかに俺は乗るよみたいなファミリーするよみたいな方はハイブリッドがいいのではないかなっていうのが結論でございます、はい、同感でございます。最後行きましょう、はあ、
マリオさん、ガソリン、はい、ハイブリッド、うん、ステップワゴン、はい、まあ、ノアボグある中で、はい、どれか1台って言ったら何選びますか。はい、さあどうぞ。ステップワゴン、ハイブリッド選びます、やっぱり。おーおーおー、ちょっとね、値段も張るんですが、このね、E コロン HEV のパワートレイン結構気に入りまして、今回 EV 感がすごいある。はは、だけどその純 EV のように電気を気にしないでいいし、かつエンジンの、ね、気持ちよさもなんか残されてるということで、ステップワゴンに関してはやはりハイブリッド、そしてやっぱりノアボクシーよりも僕はステップワゴンの方を選びたいですかね、やっぱり。なるほど、うん、じゃあ僕の結論はですね、はい、まあ見た目はボクシー大好きなんですよ、うん、見た目ボクシー大好きなんですけど、いやでも最終的に自分でもし選ぶとしたらちょっと悩む、だいぶ悩んでます。いやどれもどれだよね、うん、一長一短が本当ありますね、これね。そう、パーフェクトがないんですよ、思いのほか一長一短でした、この2台は。で、2列目欲しいから、2列目でもボクシー嫌だからノアがもう嫌だし、はい、ステップワゴンでしょ、でもステップワゴンのこのフロア振動ちょっと好きじゃないし、でもパワートレはステップワゴン好きだし、でも見た目で言うと実はエアーのアフターパーツ付きも好きだし、はいはい、いやー決めらんない、ほんと決めらんないですね、今回かなり悩ましいのは間違いないですね。でも最終的に明日は絶対なんか1台お前買わないとダメなんだぞって言われたら、はい、ステップワゴンハイブリッドですかね。プレミアムラインを、うんうん、多分プレミアムラインかエアーでフルパーツつけるか、はい、なるほど、まあ多分そっちでしょうね。僕なんか優しく乗りたい感触、うん、装備とかちょっと簡素化になっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、まあその2台で上級行くのか、はい、うん、なんか可愛らしく攻めるのかは悩みますけど、どっちにしてもステップワゴンのハイブリッドで選ぶと思います。なるほど、うん、まあこれがだからマイチェンとかでどうかっていうか、あとはセレナ、あ、セレナね、今年ね出るという噂ですが、うん、だからそしたらまたやっていきましょう、ね、このねノアボクシーステップワゴンに対してどんな車なんでしょうね、うん、だから僕ノアボクで言うとハイブリッドがある意味、まあ乗り味で言うとハイブリッド悪くないんだけど、ブレーキとエンジンブーブーうなるのを、あれ多分車付きの人はちょっと嫌ですね、かなりね。もうガソリンもだからといってエンジンいいわけじゃないんでね。いいわけじゃない、そうですね、難しいですね、あんまり変わんないっちゃ変わんない、うん、っていう、すいません、はい、結論に落ち着きましたので、はい、参考にしていただければと思います、はい、改めてお伝えしておきますが、もうすべてマリオさんの独断と偏見ですので、はい、皆さん自身の、まあ、車選びの参考にしていただければと思います。そうですね、もう絶対的なるものではないので、はい、今回はすべてマリオさんの独断と偏見で述べさせていただきました。僕の意見は一切入っておりませんのでよろしくお願いいたします。ステップワゴン大好きで、私初代ね売ってましたから、セールスのでね、まあ、そういう、ね、別に感情論ではないですけどね。はい。じゃあマリオさんまた次よろしくお願いします。またまたよろしくお願いします。はい。いつかやりましょう。はい。1泊2日、2泊3日で、はい。ロングドライブ。皆様、はい、お願いします。やりましょう。はい。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。スイカライフを。さあ今日のおまけ動画はですね、まあこういう風に乗り比べをパチパチ乗り換えていくと分かること多いですよね、マリオさん。そうですね、単体で乗るよりも、まあ、やはり際立ちますね、いろんな。だからまあ昔あんだけカートップのさ、ロケをやってたんだもんね、まさにもう乗り比べの嵐でしたからね、うん、4台5台を持っていつも1000キロ、1500キロ、1000キロ企画って言ってて最長1900キロとか走ってたからね。行きましたね。なんか高知とか行きましたからね。そう、はい。四国まで行ってそれを、だって最初1泊2日でやるとか、それ1日1000キロ超えるんだけど移動距離とか。超えてましたね。そう、物理的に ありえないもんね。だ昔の時代はそんなロケだったんですよ。一番びっくりしたのは秋田かなんかのなんか高台のロケを夕暮れ時を撮りたいって始まって、絵が綺麗だったんで、はいはいはい、夕暮れを撮って、わー、撮り終わったねーってもう日が暮れそうなところで、さあ帰ろうですからね。そこは東京ですからね。だからもう完全てっぺんまたいでたんで、だまあそれらのロケを全部仕切ってたのが、まあボスだったんで。まさにボスが仕切ってました。そう。まあまあ楽しかったですけどね。しかもそういう風に乗り比べると、ほんとね、すっごい車よくわかるんですよ。だから、
あそこで結構僕糧になったかもしれない。ああですかね。あれも本当は僕もね、すごい貴重な経験でした。だってあんなに車って違うのかって長時間乗ると分かるじゃん。ですね。短期間の車単体で短期間のものでは見えないものがいっぱい見えてきました。シートの出来とかもそうだしさ、はい、なんだろうね、あれは強制ドライブだもんね。まあね、そう、疲れた時にまたどう感じるかとかね。そう、運転支援にしてもまあそうでしたね。なんか休みたいなって思っても周りのみんな他みんな一緒に移動してるんで、ええ、まあ無線機積んでたりはしますけれど、なかなか言いづらかったりとか、ええ、いやあれは勉強になったな。だからまあそれをちょっと今思い起こしながら今言うと、例えばそういうので何がわかるかっていうと、実際例えばこの車にパッと乗った瞬間にボクシーに対してステップワゴンって物を置く場所が直感的にないんですよ。だからそのあたりとか、じゃあ携帯どこ置きますかとかって言った時に、まあ今ここに置いてんですけど結構手元低いよねって、だからもうちょっと特等席のとこに携帯置きたいよねって思っても、特等席エアコンとシフトレバー、まあ当たり前かもしれないですけどそれらで全部独占されており、でドリンクホルダー1個取っても収納型になっちゃってるので、ここも収納だし助手席の前も収納だし、だからそれね、プッシュ式じゃない、プッシュ式引っ張るやつ、引っ張るやつ、だからドリンクホルダーも備え付けで、もしドリンクホルダーがあったらそこ簡易的に小物を置いたりとかできるんですけど、それもできないし、じゃあここあるじゃんってちょっとここは遠かったりするから、じゃあ手前に置こうとか、そうすると走り出したらドリンクとかコロコロ転がっちゃったりとか、だからそういうのを考えるとやっぱりね、実用的かどうかっていうところとかも肌身でわかるので、まあそれでいうとボクシーの方が、うん、おしゃれ度合いでいうとこういう収納物とかも全部、要はドリンクホルダー一つ取っても全部あの片付けられてる状態なので、すごくデザイン性の高いすっきりとした室内空間っていう、そういうイメージですね、部屋の作りでいうと。まさに。でも、ね、使いやすさでいうとミニバンですからね、ミニバンと思えるとやっぱりおしゃれさよりなんかね、使いやすい方が良いですやっぱり。そうだから、まあ、どっちを取るかですよね。生活臭漂わないミニバンが欲しいんだよって言ったらこっちでしょ。そうですね。だからスポーティーミニバンとか、はいはい、うん、お父ちゃんお父ちゃんしたくないんだよみたいなだからそういう感じ、だから人でもいるでしょ、よくあの家庭臭のしないお父ちゃんとか、うん、はいはいはい、うん、だからなんかちょっとそういう感じかな。だから家庭臭のしないミニバンの作りはやっぱステップワゴンかなと。ボクシーはなんか良きお父ちゃんみたいな、うん、もういかにもファミリーの、ね、ファミリーのためみたいな、ご本能なお父さんで、そうっていう、ちょっとそういう違いは感じたので、はい、まあ今日はおまけ動画としてそんなくだらない話をさせていただきました、まあ、これでもね、すごい個性の違いがでも本当に鮮明に出たところですよね。やっぱさ、これ考えると今後もっともっとスポンサー募って2泊3日の1000キロドライブとか、いやー2泊3日今時間作れるかな少なくとも1泊とかで、はい、例えば4台軽井沢まで持ってきますとか、だから僕とマリオさんでいろいろその4台を比較していくんだけど、残りの2台を運んでくれる人も必要じゃん、だからよりねちょっとコストはかかっちゃうんですけど、スポンサーさん募集しております。番組協賛よろしくお願いいたします。そしたらちょっとより遠出していく企画、うん、台数多い比較やっていきたいなと。そうね、よりこうまた見えないものがまたね見えて、それをお伝えできると、そういうことで、そう考えるとさ、カートップの時あれ動画撮ってたじゃん、僕ら撮ってました、途中から撮ってましたね、撮ってたけどあの動画は一切世の中に出ることなく一切とか、ね、一部ごく一部はねアップされてますが、ほぼほぼ お蔵入りされてる。そう、まあ今あれがアップされても恥ずかしいんで嫌ですけど車がもう古いっすよ、もうね、うん、でもあれ結構価値だったな、うん、だから本当いろんな経験、まだ話終わりそうで終わんないですけどまあこれノー編集なんでほぼおまけ動画だって、パンクした時もあったじゃん。ありました。でパンクが、それがサイドウォールカットだったでしょ。でしたその時ってマリオさんいたよね。いました、いました。あのね、そう、まあ、CHR だっけなんだっけ、そんな感じでね、いや、ビッツです、ビッツ、あのね GR のビッツかなんかで、あ、そうだ、で、落石ね、そう落石、もうそのカラー今やめていないんでいいんですけど、落石あるから気をつけろって言ってたんですけど、その彼が先頭を走ってて、うん、落石をタイヤに当ててですね、そう、避けきれなかった、パックリ言われちゃう。
が避けきれない速度で走るなっちゅう。そう言ってたんですが彼は言ってしまった。そう、まあ経験値の違いなのかもしれないですけどまあ別にそんな飛ばしてるわけじゃなかったんですけど、やっぱ見えづらかったんで、でそのパンクがサイドウォールカットのパンクで、もうパンク修理剤しかなくてスペアタイヤがなくて、もうパンク修理剤はサイドウォールカットに対しては何の力も発揮しない、無力なんですよ、ええ、だから結果としてそこでタイヤをホイールを外し、そのホイールを別の車に積んで山降りてタイヤ屋さんでタイヤ交換して戻ってきてホイールドッキングして動かしたっていうね、半日費やしましたね。半日かかったね。しかもあれね、岐阜のね、高山のね、もう山奥だったんですよ、ね、携帯が携帯の電波届かないとかで、あれツーリングでね、うん、何台もいたからいいんですけど、あれ車1台だったら えらいことですよ。あれ多分1台だったら、ね、あそこほとんど車が通らないところだから、もうほんと山のね、だいぶ山の奥だったんですね。あれ遭難だよね、遭難のレベル。そう、本当にね、誰か車通ったら助けてっていうレベルで人にこうね、うん、お願いをしないと助からないという。だからなんかね、そういうのも僕が経験して、なんかちゃんとガソリンとかをいつも山登るとき入れとこうって思ったの、うん、なるほどなるほど。だって何あるか分かんないもんね。ほんとね、意外とね、日本のね、国内もね、電波届かないとか意外とありますからね、走ってると。そうなんですよ、ね、あるんですよ。ありますからね。まあそんなこんなのいろんな経験を積める企画を昔はカートップという雑誌、自動車専門誌でやってたんですけど、今はなかなかできる環境ではなくなったので、いいカーライフで引き継ぎたいなとも思うので、ぜひぜひ何が言いたいかってスポンサー様募集しておりますというわけでございますよろしくお願いします。活動資金を、何卒活動資金を、はい、はい、ではでは。